こんにちは、みずなです。今日はパワーポイントのスライドショーの横に自分の顔をね、ワイプで抜いて、 で,で、それをズームとか YouTube の配信の時に表示させたいっていう時ですね。あの、OBS を使ったやり方をやってみようと思います。OBS でパワーポイントを表示させたい時、そのままパワーポイントでスライドショーをやっちゃうと全画面になっちゃって、ウィンドウの選択とかできなくなっちゃうんですよね。で、タスクバーを表示させるやり方もあるんですけど、多分うまくパワーポイント表示されないと思うんですよ。で、えっ、ー、と、パワーポイントの方で 一応設定がありましてまずそちらから説明したいと思います。 えー、まずパワーポイントを開きます。で、スライドショーのタブのところにスライドショーの設定っていうのがあるので、こちらをクリックします。で、そうするとこんな設定画面が開くんですけど、ここの中のこの出演者として閲覧するっていうところ、ここにチェックを入れます。まあ、これだけで基本大丈夫なんですけど、その他にね、いろいろ設定があるので、自分で必要な部分はチェック入れていただければいいかなと思います。で、この状態で OK を ククリックしますはい。そうすると、スライドショーをここでね、開始した時に、全画面にならずに、こうやってウィンドウでスライドショーが始まってくれます。パワーポイントでこの準備をしてから、OBS の設定に進んでいきます。じゃあ、OBS を開きます。で、今回は、パワーポイントの、ここのね、端っこに、 丸くワイプを抜いた状態にしたいと思うので、こんな状態ですね。えっ、ー、と、映像キャプチャーデバイスをこういう風に丸く切り抜くやり方っていうのは、この動画の前の前の動画で説明しているので、そちらを参考にしてください。はい。で、このワイプの後ろ側背景にパワーポイントのスライドショーを表示させたいんですけれども、えっ、ー、と、ここでソースのところでプラスマークをクリックします。 そして、ウィンドウキャプチャーを選びます。で、名前は何でもいいので、今回はこのまま進みます。はい。そして、ここのね、ウィンドウというところで、どのウィンドウを表示させますかっていうのを選びます。で、こちらのパワーポイントのスライドショーを選択します。そうするとこんな風にね、映るので、OK をクリックします。 このパワーポイントは縦横比が3対4のパワーポイントなのでちょっとこんな感じになっちゃってますが OBS のこの画面がね16対9なのでなるべくパワーポイントも16対9のサイズで作られるのがいいかなと思います今回はこのサイズなのでちょっと余白ができちゃうんですけどこんな感じで、まあ、これでいいかなこんな感じにして、えー、表示順をこの Window ャプチャーを後ろにしたいので矢印ボタンで下に しますでちょっとねこの黒い縁が嫌だなっていう場合は私なんかは結構こうやってトリミングして背景を追加ししたりします、まあ、ここはお好みなのでやらなくてもいいんですけれども画像を選びたいいと思います何でもいいんですけどこんな背景を選んで全体にこうやって表示させてこれは一番後ろに表示させたいので画像を選択した状態で矢印キーの下を 押してて番後ろままで持っていきますえーとね、触っちゃったらずれるのでもう固定したい場合はこの鍵マークをクリックしておきますそうするとポチポチしてもずれないんですよねそれからこのパワーポイントもちょっと真ん中に移動してで自分の顔もこの辺にえーとちょっとねパワーポイントの中身によっては文字にかぶっちゃうかもしれないのでページを進めていって邪魔にならないところに顔を配置してください、まあ、こんな感じで 鍵マークを押しておけばポチポチしても場所がずれることはないと思います。これが準備できたらパワーポイントをこうやって進めていっていただければこんな風にねはいこんな感じで進んでいくと思います。 はい。でですね、ちょっと注意なんですけれども、今この状態だと音声が入っていないんですよね。ここわかると思うんですけど、光ってないので、音声もちゃんと入れるのを忘れないでください。前の前の動画でも説明はしてるんですけれども、えっ、ー、と、音声の入れ方もいろいろあって、この映像キャプチャーデバイスのプロパティで、ここね、一番下、ここにチェックを入れておけば、デフォルトで設定している音声が入ります。こんな風に。または、このプラスのところで、音声 入力キャプチャーかな。これを選んでいただいても音だけ撮ることができるので、どちらでもいいので、音も忘れずに撮るように設定してください。この状態で、あとは Zoom とかね、YouTube に反映させるときは、前回の動画を参考にしていただいてね、この仮想カメラの開始っていうところを押して、そして Zoom の方でカメラを OBS バーチャルカム選んでいただくと、これが表示されるという形になります。はい。簡単ですけれども、参考にしてください。 以上です。